はいみなさんこんにちは元気なあじですえー、っとね今日は12月の9日日曜日18時4分ですさあ今日はねあのアマゾンの荷物えー、っとねデリバリープロパイダーねえー、っとまあ同じ静岡のね、まあ、ルルカさんも <laughs> ね荷物が来なくてアマゾンがね対応してくれたみたいなんだけど あのー、静岡の、ね、デリバリープロパイダー、まあ、11月頃からおじいのとこも円、ね、周トラックが配達始めて、ね、それはもうあのおじいの雑談で、ね、よく出てましたでもう11月の段階でその時点で昨日持ってくる荷ね持ってくれませんでしたってそんなスタートだったんだよね。でもう今月入ったらもう、あのー それどろの騒ぎではないいっていうねで昨日も荷物を取りに行ってね、本当、30分以上探してもらって、2個のうち1個見つかって、で金曜日にね、あの到着予定の荷物が、あのー、まだ今日あの届けてくれるって言ったんだけど、今日来ないね、うん、追跡もできない状態だし、なので、まあ、何度か到着予定の荷物がまだ来ません。でああともう一個ね本当はあのー 今日デリバリーで送られてるのがあるんでそれもね未だ持ってその荷物よりも前に、ね、発送されてるんだけどそれもね届いてないですでおじいもねこの件に関してはまあ動画にしたんだけどももしねアマゾンの荷物が届かないとかね静岡でデリバリーとかであの検索してこの動画を見た方がいたらね、まあ、静岡の場合は演習トラックでしようってことなんだけどもその実際にあの荷物をやってるところはね あの全然違う看板なので、演習トラックの n 字もないところが、の別の会社がね、倉庫のところをまあただ荷物とコンテナを置くだけなんで、そんな感じでやってるんで、演習トラックとは言ってもね、ちょっと違うのかな、どうなのかなってね、そんな感じです。倉庫にに取りに行ってもねもうあの5000個も超える荷物が もう配達できない状態であのもうどうにもならない状態で眠ってます。で配達予定であの表のコンテナで次の日のやつやったとしてもねうんと300個ぐらいかな。 300個ぐらい、コンテナ,コンテナ3、4個ぐらい出たんで、それが多分おそらく次に出すのか、それともまだ中に入れてないやつかも分かんないけど、あのー、奥の方から、なんかだんだんとね、あの番号が割り振ってるんで、コンテナごとに。で、あのー、新しくついたやつを奥から持ってきてくれたんでね、まあ、おそらくねあの、あのー、もうすごい、すごいただただただもう止まってるだけ。うん、でね、 あの実際になんていうの不在通知で番号をもらっている人はね電話がわかると思うんだけどその携帯番号がアマゾンがねあのかけるまあ特別な番号ということなんだけどもそれ1個しかないんだよね、そのところでねあのまあ特,定の特定の方があのその携帯電話で登アマゾンの方に登録しているので,でその電話ね出ません、留守番電話になってもね折り返しも来ないし。 あの電話に出ませんアマゾンがかけてもねなので最初はねあのー、このカメラなんかも取りに行くときはねあのー、電話をそこにね一応連絡の番号をもらったりとか来たりとかまそのやり取りができてたんだけど今もう一切電話に入れないっていうねあのー、そんな感じですであれを見た感じねあのー、荷物はどんどんたまる一方であのー 配達してるかしないかわかんないっていうかね荷物の,あのなんかチェックはしてるんだよねチェックと仕分けはしてるんだけども実際にあの配達してないんだよねあの倉庫の中であの仕分けをしてるだけではいあのだ空いた時間になんかやってるのなんかいつ配達してるのかわかんないんだけどあのもうどうにもならない状態最初のうちは1人ね あの女の子とかがあのマイカー使ってまでね配達してたんだけどもう全然追いつかない、あのー、確か延焼トラックってね軽自動車かなんかついた車があったと思うんだけどそれがもういじょないんでねなのでね、うん、もう無理だと思うで対策としてなんだけどもあのアマゾンのプライム会員で注文してもあのお急ぎ便で注文しても あのこのデリバリープロパイダー演習トラックで来ちゃうんだよね。あのまあ、それ何の表紙に来るかってあのコンピューターで勝手に分けちゃうってことなんだけどで確実に荷物を受け取るためには追跡して荷物をちゃんと、ね、受け取るためにはアマゾンの発送するもの,あの業者さんが発送するものはもうデリバリー選ばれちゃう確率が高いです。で Amazon、が発送するものだったらこれではね あのこれができるからこの受け取り先、これね、これであの宅急便選べるから、ここのところで、これでこう、大和の、マト運輸の営業所が選べるんだよ。で コンビニ受け取りとかね、それも自分のところの郵便番号を入れると受、受け取取るところでドワーって出てくるんだよ。で、コンビニ受け取りだと、ヤマトとか郵便とかで持ってきてくれるっていうね、注意情報はアマゾンからいただいたんだけども、でもやっぱ一番硬いのは、ヤマトの営業所だよね。最寄りのヤマトの営業所だったら、ヤマトで来るしかないじゃん。郵便とかデリバリーがヤマトまで運ばないから。 だからあのちゃんとねヤマトの営業所だったらヤマトが来るんだよでコンビニだと佐外で運ばれるのか郵便で来るのか場所によって違うからあの状況がまた変わっちゃうんだよねだからおじいもねあの視聴者様に教えてもらってねあもう黒猫のセンターに取りに行くのがもう一番近いなと思っておじいもそのね演習って トラックの看板はないけども、荷物のね、あ,のある場所もちゃんと、まあ、一応住所は教えてくれるんで、そこにあの荷物番号を持って、で、あの、ね、一応、石川市から出ていアマゾンからの,あの連絡でね、デリバリーの場合の、あの連絡先ってあるよね、これね、えー、とデリバリープロパイダーの場合の、これだね、これね、で、ここの,あの、このフリーダイヤルがあるんで、 でここの電話をね、ずーっと根気よくかけてると、つながるんだよね。で、ここは代表のところなんで、あのー、この演習トラックだったら、その荷物番号を言うとそのここの最寄りのね、あのもう一回担当の演習トラックのところに電話するんだけど、その演習トラックっていう、ちゃんとあの看板があるところの演習トラック。 で荷物をやってるんじゃなくてその演習トラックで登録されてるあのところが文字も2回言ってるんだけど看板がないんだよ違う会社なんだよ完全にねだからね演習トラックの文字がないんだよただ証拠にアマゾンの荷物だけ山になってるからうんなのでねああここかーって感じでね発見することができたんだけどもうあと荷物番号を持ってそこに取りに行くしかないんだけどもね まあ、あの住所とか場所っていうのはあのデリバリープロパイダーのこのフリーダイヤルに電話をかけると教えてくれるで大体ねあの静岡の方だったらね、あのー、大体ね分かりやすいところにありますあの国道1号線ね大苑屋とかねあっちの方行くここあの国道1号線からバイパス乗り口があるんだけどそうやって毎る長子屋ってとろろ屋があるんだけどね そこのとこ、なんかこう山の方に入ってくる信号があるんだよ。行くだけね。そこ入ったらね。すぐちょっと行ったら左なんだけど、まああの住所を教えてもらってナビで行かないとあここかって分かんないよ。絶対に探せないところ。あのあの普通に左向いて走っていけば。 多分証拠空いてるから、アマゾンの荷物山積みだから、あっつって気がつくけどね、じゃあ取りすぎちゃって、またブーンって戻ってきたんだけど、あれって感じで、普通にブーンっていっちゃったらね、分かんない。でも、鍋でなんとなくそこら辺住所を示すんだけど、あのー、そうでない限りね、そこら辺に行っても、多分探すと無理なんじゃないかな、多分ね。荷物番号を持ってそこに行くのが一番手っ取り早いんで、とりあえずね、デリバリープロパイダーにあのフリーダイヤルで電話をして、 であのね、まあ、ちょっとあの探しに行くって言っても、デリバリープロバイダーが連絡してくれるんだけど、連絡がつかないからってことで、じゃあ、もう石川市から行くしかないですねということで、であの住所、住所と一応、まあ念のためのね、あの今だけ有効の電話番号っていう。あの そのデリバリープロパイダーの担当のねフリーダイヤの方がいつも使ってる電話番号があるんだけどその番号出ないんだけどそれはもうおじいも登録してあるんだけどあの今だけで使える番号ってことでねまあ本来は公開してない番号ってことなんだけどまあそこをあのここが教えてくれるんで本当でおじいの場合はその番号はあの不在通知に書いてあったのと同じなんでねああこれ1個しかないんだなと思ってねそんなもんでねあのまあそんな事情です本当ね。 もうあの荷アマゾンでアマゾンが発送する荷物だったら確実にちゃんと受け取りたいんだったらあの最寄りのヤマトの営業所で受け取る営業所止めで、ね、営業所に配達するそれで営業所に取りに行くこれがね一番確実だねヤマトで来るからでコンビニで受け取るっていうのは あのでも怖いよ、あのそれもヤマトとか郵便を使うって前言ってたんだけど、それはまだこのデリバリーをあの導入する前のお話なんでね、おじいが確認したのはね、だからもしかしたらその、この演習トラックが、まあ、演習トラックって言ったらいいのかな、まあ、演習トラックの、ね、下請けにしてもまあ一応、看板は演習トラックだから、演習トラックがコンビニまで配達するかもしれないよねだだかかららそれも怖いでしょだからね。 あの確実に確実に確実に受け取るんだったら大和の営業所であの止めるでねアマゾンの発送するもの以外だとこうなるお届け先の店舗の選択ってあるんだけどあのね申し訳ありませんがこの商品はアマゾン COJP が販売または発送するものではないため検索されたエリアの アマゾン店頭受け取り場所をご利用いただけませんってことでねこうなりますだからねあのアマゾンで今ね安心してお買い物をするためにはあの受け取り場所指定ができるのはアマゾンの発送のものだけなんだよだアマゾンが発送しますねあのその商品だったら受け取りをヤマトにできるんだけどそれ以外のものだったらヤマトの営業所を指定すること ことができませんコンビニ受け取りにすることもできませんその場合はね本当に困るよねめっちゃ困るよねでアマゾンが発送したいものをあのー、大和の営業所とかコンビニ受け取りで住所にしてもそれを受け取ることはできませんこれがねだからね困るねアマゾンが発送するものしか注文しないしばらくねこれが一番あのー 安心じゃないから、まあ、返されちゃうってことはないと思うけどねおじいの荷物もう一昨日受け取る予定の荷物でその,その前の日にもうあの来てるあのそこに到着してるんだよそれでいてあのもう3日経ってもね配達してもらえないっていうねもう一個の荷物もねだから来ないからあの2つ止まっちゃってるんだよね おじいもね困っちゃったな、本当ね、それね。うん、アンケ案件のやつでね、困っちゃったよ、本当。もうどうにもならない。もう、おそらく、あのもう中の様子を見てもねあの、宅急便のプロがやってるわけじゃないんで、その、もう、たたた、手際もね、容量とかそういうのも、あの全然違うし、あと、もう、あの笑うしかないってわかる <laughs> わかるあもう、もう、笑うしかない。 どんなに急いでももうこれはしょうがないねもう笑うしかないもう淡々と今目の前にあるものをもう順番に処理していくしかないってわかるこれあのもう今ねそれでやってるんだよねだあとはもう「おなたなら山たならっていうねでも一生懸命ね遅い時間までね9時頃前だかな確かね遅い時間までねやってるんだよ、うん、だからね少ない人数でね一生懸命やってるのもわかるしね寒いとこでねあの暖房もないところで 寒いところでやってるんだよ冷蔵庫みたいなところでかわいそうなぐらいねおじいのとこも今これすっげえ寒いけど暖房がないからさ本当あの灯油の入れ物ね隠されちゃったよねリアルおじいにでどこやったのって、ね、記憶にないって言われてあれがないと灯油買いに行けないじゃんっってでもまああのファンヒーターはねここに持ってきたんだけどそこあるでしょ灯油が買えない寒い <laughs> ちょっと残ってるけどでも透けてもすぐ消えちゃうと思うんだよ。冬入ってないから今日ちょっとしか残ってないからめっちゃ寒いやばいぐらい寒い。ね、はあまだ大丈夫か、ね。だんだん耳冷たくなってきちゃったよ。よいしだ,ね、だいたいあのおじいのこの動画ねあの検索で引っかかる方っていうのはもうすでに時すでにお年で。 注文しちゃって、で来ない来ないで、ねで連絡もなかなかつながらない、どうなってんのってね、でアマゾンに連絡するでしょ、でアマゾンに連絡しても、あのこのね、あの分かってないんだよ、内容、言い訳するだけで,で、それはね、あのアマゾンがあって、でデリバリープロパイラーのねあの元請けがあって、この元請けが演習トラックとかそういうところにこう出してて、だから、このあのあ ここのデリバリープロパイダーの代表のところっていうのはあのなんとなく状況を把握できてるんだけどあの例えば静岡の円周トラックにしてもこの担当があってね円周トラックの,あのこ,こ,ここの部分がこ,ここに直結してない下請けとかはほらそうなってるからさ。あのー 直,直電話はちゃんと把握してるんだけどもあ、なんていうの、電話に出ないんだよね。だから連絡のしようがないっていうね。で、そこのところを把握してくれてるのは、デリバリープロパイダーのこの代表番号のところなわけであって、で、あの、アマゾンっていうのは、じゃどうしてるのかっていうと、アマゾンは、そのデリバリープロパイダーの下にある演習トラックとか、そういうところを確認してくれるみたいなことであくまでもこのデリバリープロパイダーに電話するんだよ。この、あのフリーダーと同じところに。それで あの我々があの対応するのとアマゾンがここに電話するのとまた担当の部署が違うというか違うところなんで同じ人がやり取りしていれば話が一歩に従うがるんだけどあのアマゾンの場合はアマゾンの場合で専門のところに行っちゃうからだからあの我々のところとアマゾンに電話しても違うところに行っちゃって我々とつながってないから。 だから話が繋がないからね。で、あと、その内容の流れっていうか、あの業務のね。 こう,なこういう理屈でこうなってこうなっちゃってるんだよっていうのをアマゾン側は多分おそらく実態を把握してないよってことでだから荷物育てのあんな点のしてもこのデリバリープロパイダーは今おじいはこのデリバリープロパイダーこのこの代表の方と喋ってるんだけどアマゾンはそ,そちらじゃないこっちのことただあの普通のでこっちは普通のまた普通のこ、あのー、質をしたら普通の なんてコピペみたいなので、ほら、対応しかないわけで、ただいま調べております。で、こっちでも調べるので、ただいま調べております。ですね。で、あの、確認があって、こっちに行かない状態で、ただ、あの、 想像でそのこの担当者が営業みたいなやつで、でああじゃないですかね、こうじゃないですかねとかね、であのー、表札があれだからね、あの本名じゃないからあの荷物が返ってる可能性もありますしねとか、いやおじい怒ってたでしょ、その動画で。で、それがあの現場を知らないデリバリープロパイダーの,この営業マンとアマゾンの連絡先ってこっちでつながってるんで。 現場を知らない人たちがこうやってやってるんで、新婚カンプンなやり取りしてるだけなんですよ。で、このデリバリーの,この現場を実際にこうやってあのやり取りしてる、この方はちゃんと把握してるんで、この方は読んでよ。アマゾンに何を電話をして、何を聞いても、おそらくこ,こっち側の方とこの話だけなので、想像でお話をしてるので、だからあの話は進まないと思いますって、こちらに電話をいただいた方が確実だと思いますよってことで。であと アマゾンに頼んでも連絡してくれるって言ったのに来ないよって、ね、怒ってたんだねおじいもね。であれは何でか聞いたらアマゾンはその電話で連絡をするんじゃなくてメールで連絡をするんだってデリバリープロパイダーに対してでその営業みたいなのが担当がポンって返すんだけどその想像でね現場の確認をしないで想像で返してでそれを返すのにあの24時間かかるんだって。 長い時2日か,かるんだってだからおじいがアマゾンの人とあの約束して「じゃあ明日これじゃあどうなってるか確実に連絡くださいね」って「分かりました」って言っても「やることやらないで帰っちゃった」って騒いでたでしょあれは24時間以上経たないとそのデリバリープロバイダーの,その営業の担当がアマゾンに対してメールで返信来ないんだよだ電話をかけてくれるんじゃなくてあの電話をかけてもそのデリバリープロバイダーは基本的にはタ流対応らしいので。 それも全部ね、あの電話しますが、今か確認しましたかって言ってくれたけどもあの、実はこうなってるんですよっていうのをね、あのまあ、暴露してくれるというか、まあち、ちょっとした内容でね、納得できるような内容で、あの嘘にしわれなくおじいの場を教えてもらったんだでね。なのでそのおじいが 方のお話だと全てが丸く収まるし、あの amazon の不祥事がね。全て丸く収まるで、どうしてこういう状況になってるのかも。全て丸く収まるって言うね。そういうことだったんだよね。なもんで、あの11月の終わり頃、このカメラ撮り行った時にはちゃんとあのこのデリバリープロパイダーのね。電話で喋った方がちゃんと電話をしてくれて。 であの荷物を探していてね今からお客さんが取りに行きますよということでちゃんと伝えてくれてであの話が通ったんであの住所聞いて取りに行けたっていうねこういう流れになってるんだけど今度あのそれもやってらんないから電話も出ないっていうねアマゾンからの連絡がなもう一切出ないっていうねそんな開き直りになってますなのであのアマゾンに連絡しても あの真実とは異なる新聞かんの返事が返ってきます。だからおじいも荷物がねあの配達したけども表彰と名前が違うからあの戻る可能性があるから戻ってきたらね難営業見ないなにあのご返金しまして冗談じゃないよっ,つって、ね、それであのおこだったけどもそれもいい加減な症状での話なんだよ。で、まあ、メールは公開しないけどもねまたあの視聴者さんにあの。 上げ突っ込まれてメールを交換からどの子のってよくいじめられるからさ言わないけどもさねただ今あのねあのデリバリープロパで確認,ね確認しましたところってね確認しましたところまで合ってるんだけどねでもそっからが想像でお話ししてるからこれおかしいよねっていうことで Amazon の人ともよくあのその上の人とねうんそこの,あのサポートの上司とお話ししたんだけどもね。 だから、ね、あのアマゾンの方に何を言ってもアマゾンの対応は何も真実が理解できていないのであの適,当な適当な対応っていうかあのデリバリープロパイダーに対してメールで連絡とかねちゃんとしたあの荷物の収益の今実際に現場でどうなってるのっていうのを確認しないのでできないので。 だから症像で結論から言って連絡がつかないからじゃあもう一回再発送しませんとかねそういう対応しかできない要は荷物が届かないんだったらもう一回送るからっていうねもうそれしかできないっていうね、うん、そうなんだよだからあのそこに持って責任感持ってやるよとかしっかりやれよとかもうそういうものの前に。 ていうの保険屋さんの車、新車潰されたから新車しろとも現状復帰しかできませんってことと同じで、荷物届かないんだったら、届ける努力をもう一回やりますねっていう、まあ、それでチャラにしろっていうのがアマゾンなんでね、なもんで、あのこういう内容をちゃんと理解して、静岡の方はアマゾンを使わないと、ちょっと怖いよってことでね、アマゾンの発送だったら、受け取り先はあの大和の営業所にした方が一番確実ではないかなと、おじい的にはね、思います。 もうあのー、今日もね今日もっていうかまあ今から本当は荷物番号を持ってね、あのー、今日配達してくれるってっ荷物来ないからさ、あのー、荷物来たけどどの道またあの寒いとこまた30分1時間待っても結局見つかんないってなるだろうし昨日より今日またさらに荷物増えてるだろうしね昨日の段階で56000個以上あるよねって,まあな,んてなったからねおそらくもうホイえる一方だからね。 おそらく1週間経っても届かないものは届かないと思うよ。あのとにかく現場,を現場に2度も行ってそこの証拠の状態をこの目で見てきたお,おじいはもうあのしょうがないなと思いましたこれは。で,でその状況を見てああもうこれはしょうがないなって,ってでおじいはもうそこで怒る気もないしで現場のね お兄さんもお姉さんも割り気がってるわけでもないしもう限度を超えるものがガーンって置いてかれちゃうわけだからしょうがないんだよね配達する人もいないし仕分けする人もいないし要は荷物だけガン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 どん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 置いてかれてたまり一方でそこのエリアでそっちの担当でって勝手に割り振られたものがどん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 山に来るだけで。 もうそれもアマゾンもちゃんとあの一からねもうその状態って把握してるんだけれどもでも容赦なくどん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 そこ荷物を送ってしまうからだからあのなんていうの一応建前上演習トラックになってるけどもあのまあおもとはねあのおもとで契約があるだろうけども一応こんなはずじゃなかったっていうかあ,のあまりにもアマゾンのその <laughs> あのやり方っていうかね荷物はあれがよっぽどあれなんだと思うよあの想定外っていうかだから今までさ宇宙にしても何にしてもそうだけどヤマトにしても佐川にしてもさねいろいろアマゾンとねあの揉めてやめたりとかしてるわけじゃんね結局ねそういうところにあると思うんだよねもう処理しきれないでそれを押し付けようとしている。 でアマゾンも結局、なんていうの,あのやりすぎなんだよ。で、この時期にあのいろんなシールをね何度も何度もやったりとかね、ただでさえ、なんていうの、こうちゃんとヤマトとか佐川の状況を見ながらね、でちゃんとした契約であの怒らせないようにやってればいいのに、もう叩くものを叩きすぎちゃってね、あのもう上からでやるから結局逃げられちゃうわけでしょ、ヤマトにしても、佐川にしても。 ね、ちゃんとそこのところさあの、ね、もうお願いをする立場でやらないと売るものを売るしってさあの取るものを取ってね、ん倉庫の管理代もだって取って、ね、中国からの業者さんもヒーって悲鳴上げてるしそこ代が高いよーって、ね、でそういうのもお金取ってるわけだしさで自分して売るものほら値段調整で安く出すでしょ他かのがなかなか売れなくなるでしょ。あの でさああの、いろんなものを受けるだけ受けてるわけじゃん、要は。いろんな業者さんのもさ、どこどこが販売して、Amazon が発送しますみたいなねああの、すぐ発送の方がであの、売れ行きがいいでしょとか、優先に売れ行きますよとか、そういうのがあるわけでしょ。だからさああの、受注は受けるだけ受けてあの、そこのコントロールをしないっていうね。で、おいしくないんだったら、 だいたい今、お荷物がねだいたいたこれぐらいになってますとかあのそこら辺をねちょっと1日ぐらい余裕持ってねあの到着まで何日ぐらいかかりますとかそういうのを出せばいいんだよ。ね、出ばいいんだよでそれを出さないでしょう。だからね問題が起きるんだよ、これが。 あのデリバリーはあくまでもデリバリーだからさ、あの大和運輸とか阿川とかね、あのそういうあの郵便局とかさ、そういうもう、専門でノウハウがあって、容量がいいとこじゃないんだからさ、だからあの、しょうがないでね、最初のうちはしょうがないのか、慣れたらじゃちゃんとできるようになるのか、わからないけども、でもそこ、もともと宅急便とかそれやってる会社ではないわけだからね。そういういいもななってないし ね、だから、追跡なんかもほらできないじゃん、お近くの店舗まで運んでいますってなって、もう,もう,もうポスをピッピッピッやって、そういう追跡ができるのも、あれでしょあの、途中までしかないでしょ、静岡で言ったら、この円州トラック側の方に配送中から、渡、ま、ったらね、近くの店舗まであの輸送中ですそこからもう、そこが処理をしないんだから、そこから追跡ができないんだよ。 そこに静岡に荷物が到着しましたとお近くの店舗に到着しないんだよ何したってもで配達中にもならないんだよ当然だからい,つまでい,ついつになったら後ろ近くの営業所に着くんだろうっていうお近くの店舗まであの輸送中ですなった時にはもうそこにあるんだよ物がねで探してもらえればあの出てくるんだけどいやーあれね いきなり荷物番号を持って行ってこの間いきなり持って行ったんだけども、あのー、5000個ぐらいある中から、うん、とおそらく、うんね、3000個ぐらいの中から買ってみて1個見つけてくれたんだけど、うん、あともう無理待ってるのがね大変だと思うだ先に電話をしてしておあの デリバリバープロパイダーの人から連絡がついてで、て、今から取りに行くので探しておいてくださいで、こいであの1時間後5か2時間後ぐらいに取りに行けばちょうど確実にあると思うんだよね。まだ先月の終わりはまだね、これあのビデオカメラとか取りに行ったときはあの、電話をして1時間後ぐらいに行ったら、も,うシドもしあと荷物用意してくれだったんだね、すいません、こちらですねって感じで、うん、早かったんだよね。 もうあの現場を見た。おじいから言ったら無理です。で、あの怒る気にもなりませんで、amazon に怒る気にもならないし、あのこう amazon には怒るんじゃなくて呆れてるんだよね。あの、そういうところで、ちゃんとマッタがどうなってるのか把握してないっていうね。そういうところにとりあえずあの業務業務上だけの。 要はあの、提携でどん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 あの出してるけども、実際に荷物を責任を持ってお届けすることができてない a m アマゾンでは配達予定が例えばあの、おじいの荷物だったら12月7日にお届け予定になってるんだよね。で、お届けできませんでしたで、そこから工事して荷物の追,追跡も何もできない状態なんだよね。で、それがさ、今始まったことではなくて、今まであちこちでずっとあったわけで、あの、 もう前からずっと、あじゃあね、都会ではデリバリーずっとやってたわけで、評判もよろしくなかったじゃんね。で、それがね、いよいよ静岡にも来たよっていうことで、まあもう、ああ、もうこれ今までひとごとでね、大変だねーなてってたけど、自分のとこにも来ちゃったかと思ってね。これはだからもう、あの今までのね、多分、 あのおじもル樹さん見て思ったんだけど、叔父、現場を見てるから、でどうなってるんだ、あうなってるんだって言っても、電話に出ねえっていうのも、あの現場を見たら、もうそんな電話に出てる余裕もないし、どういう状況、どういう現場になってるのかを見れば、電話電その携帯電話の電話に出ない理由ってのも分かるし、あの分かるよ、たぶん。現場をまずね、知らないと怒るよ、これどうなってんのとかね。 サ、うん、ポートの仕事がもうパンク状態なのもね分かるよでおじいはもうその現場を見てるから見てるから2回見てるからだから逆にあのもうしょうがないねってなってるんだよだからこれからあのどん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 増えてくると思うよ静岡もこの演習トラックという名前のデリバリー プロパイダーがが配達のやつが来なないとかアマゾンとなってるだんだんあのサポートがパンクするんだろうねきっとねうんでもそういうのをねおじいもアマゾンに言ってるよ今,今静岡では今こういう状態になってるからこれ本当に大丈夫でしかって今のこの時期いやちょっとやばいんじゃないんでしょうかっつってねなんとかちょっと現場を知って正しく考えてくれないとってちゃんと言ったよあの上の人にもねでも担当が違うしですねそんなものを決めるなあのはそこの部署はないからってことだよねあのいくら 利用者がが言ってもほらら動かかないからね Amazon がね Amazon だからねどうすればいいのかっていうと利用者側がやっぱこういう情報おじいみたいなこういう情報をキャッチしてあそうなのか後ろエリアはあのー、演習トラックなんだってで演習トラックでググっても出てこねえからおじい言ったようにああの一番近いとこ藤枝のとこだってねそっちにあるからね。 だからあの演習トラックでやってもね、あの後ろ近くのところね、取りに行ったところねえから、看板もねえし、あくまでもアマゾンとの提携の,あの,あの記載した住所っていうね、そこが、そこの場所になってるだけで、正式な演習トラックになってるかどうなのかわからないよ、何もだって、社名も何もないし、ね、演習トラックの,あの,の,あの、トラックも止まってるわけじゃないし、車がね、うん、出ちゃってて。 であれだけずっといてもねあの処理関連の配達する人たちが出入りがないわけだからやっぱりねあのおじいのとこにいつも毎回持ってきてくれるすげえあの美人のお姉さんがいるんだよね性格もいいね、うん、そのお姉さんが中で倉庫で一生懸命やっててでそのお姉さんが配達して持ってきてるからおそらくね1人2人本当に。 だからね無理であの昨日の段階で五六時はあの夜何時だけかおじいったのねうんと何だっけ大体今ぐらいの時間だったらね大体いい帰ってきたの夜6時なんか七時か所ぐらいだっけか確かね風車向いてなんか夜帰ってきたけどあの段階でもう夜は配達積んでいくことはないだろうしね だから、昨日の夜の段階で、あんだけのコンテナ5000以上は確実にある、ちゃんと数えれば、あのーね、荷物がちっちゃい箱だったら、一番ぐらいはあるかもしれないし、それを <laughs> 一人、二人で、ね他の業務をやってんのか、やったのかわからないけども、あれをね、処理するって言ったらむ無理でしょ、絶対にね、無理、できるわけがない。どうなっちゃうんだろう。 まあ,あ,のあと生物とかさクールとかそういうものはちゃんとねあの宅急便業者に渡るんだろうけどもどうでもいいものはとりあえずデリバリーに行くよねで封筒で送るようなものは日本郵便に使うよねそういうルーチになってると思うんだけど怖いよ。でもう発送されちゃってあの荷物番号は分かってるんだけど。 あのね、どうしても荷物を探して取りに行きたいんだって方はあのー、もうデリバリープロパイダーに電話をしてください、とりあえずね。で、移住所を聞いてで仮の電話番号を教えてもらっても携帯番号ね出ないからね、おそらくね。ただから荷物番号を持ってその移住所に直接、ね、あの行ってで、あのー、探してもらうしかないもうそれしかない。 でその現場を一度見てもらえれば今のおじいと同じ心境になるからあ、あのー、多少のね手際が悪いとかさなんか、あのー、遅いとかっていうんだったらまだ文句の一つも出てくるけどもうこれはしょうがないのって思うしで二人ともよくあるじゃん同じ配送でも「ちょこさんああでもやってらねえよ」みたいなさ現場の雰囲気みたいなのもあるじゃん。 あのそういう雰囲気がね乱暴な雰囲気は全くないよ。あのその美人のお姉さんもあの相性のいい、ね、お兄さんも本当にね本当にいい人だよ2人とも、うん、本当にいい人だねあの本当に優しいいい人だよ2人ともね腰が低くてね2人とも本当にいい人だよあのお手本でよしというんだ、ね、ではねそんな方がねあの一生懸命やってるからねあれを見ると絶対に文句は言えないと思う。 うん、あれで文句言うんだったらね、あのーまあ、ひどいと思うよ、まあ、よっぽど業務が絡んでるとかね、あのー、困るんだよっていうな人は怒るかもしれないけどでもあの姿を見たらねあの怒れないよ本当すいませんあのいいよ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 ってね、うん、もうそれしか言葉出てこないもん本当。そんなわけで静岡の。 デリバリバーね演習タックでお困りの方は参考にしましょう。大和営業所で受け取れる荷物だけを注文しましょう。おじいからはそれしか言えません。ね、であの現場に行ってね おじいもほらあのー、多少動画でね、あの撮、ー、影なりこう荷物だけでもせめてちょっとこんな状態でパシャって写真の1個も撮ってくればみんな見るあーこれはねーって思うかもしれないけどそれだと盗撮になっちゃうからね本当ねあのー、だからねあそれもやっぱねあのー、まずいなと思うからまあ口でこうやって説明するしかできないからね無理無理です。配達がそもそももちゃんとできない 状態のところに荷物を送ってるんでねあのな,な,なんであれなんだろうねこの演習トラックはこれを引き受けちゃったんだろうね。人は言いません。あのあのでねデリバリープロパイダーの人に言うとあの今トラックがみんな出ちゃってあの配達する車がないので持っていけないんですっていうねそういう。 あの言い訳もすると思うんだけども根本的にね車1台あるのかな軽自動車どうなあでもねその同じの人が乗ってきたのね確かねうんあのそういえばね小っちゃい車演習トラックって書いてあったような気がする確かだからおじいあい覚えてんだねだあるあるんだよ1台あるあると思うだからあるにはあるんだよ本当にね 間に合わないんだだだよねそんだけねけマトみたいにほら何台もトラックがあってそこを拠点にしてブワーってエリアごとに配達に行くんだったらまだしもね違うからねこれね無理だと思うよいや結構ねこっからね遠いんでねそ食の,のとこね時間もかかるしさすぐ近くだったらね今日の容赦はこんな感じね また次の日はね今日はこんな感じだよって感じで見てきた様子を毎日ね報告するのもいいけどもさいやもう時間時間時っちゃうばっかりプラスにならないからねそれもできないけどもね傾斜でかかった方は本当にねあの心から残念ですが無理です届きませんもう元気なおじいも諦めてるから あの荷物追跡してって追跡のしようがないしでそのデリバリープロパイダーとあのア,マゾンアマゾンはデリバリープロパイダーに売ってかけてもらうとかね、縮小番号もあるけど出ないから,だから今、その番号がどうなっているてもポスに反映しない限りり配達予定とかそういうのも出てこないしあのデリバリープロパイダーの大元とアマゾンは確認のしようがないからね、荷物のね。 だからこれはね、あのー、現場の声としては、もう悲鳴を上げている、で荷物をまだね、乱暴に扱ってないのが幸いかなと思うよ、一個一個ちゃんと丁寧にね、本当に扱ってるよ、ちゃんと荷物チェックしながら、移動しながらって感じで分けてるんで、要、ま、領、あ、もね、本当まだあの慣れてない、ね、あの子たちがやってるんでね。 うん、二人で昼間は1人かなその美人の女の人が1人だよねで夜になるとあの男の人もいたんだけどもね多分いやあれをねずっと長い時間やってると思うんだよ大変だよあれね、うん、おじいの荷物どうなるんだろういつ来るんだろうね本当。ショップさんがね一生ほら、あのー、案件でね で送ったからねあの頼むよって言われてきて何したってもう届かないからさどうなったって言われてもね何も動画作れないもんね本当ねでおそらくクリスマス商戦とかねそういうもあれもタイミングもあるだろうしさあの今一番お願いしたい時だよねボーナス時期だしねそういうのもねあのショップさんの気持ちも思うとねおじいとしては荷物が来ないと何もできないんでね本当。 いいやーえらい子ですこれはねいろんなところに影響があるんだよ。うん、まあでもねルルカさんはアマゾンが大好きだからアマゾンの悪く痴らないよって言うけど末、あのー、端の現場をちゃんと把握しないでそうやって、あのー、業務を平気になんていうの受け続けてそこの何ての 何とかしよう,っていうお客様に対しての信頼を守って何とかしようっていう動きが全くないっていうのはおじいはアマゾンそういうところはダメだと思うよ。アマゾンが好きだからとかアマゾンよく、ね、自分に対してはよくやってくれるからねだからあのアマゾンアマゾンさんは頑張って大好きだけどってそれ,それはまた違うと思うんだよね。あのアマゾンのやってることは一言で言うと無責任。 信頼がなない無責任な受注と発想をしてしてまっている。で、これはちゃんとユーザーから指摘を受けてるしネット上ではもう前から炎上してることなのにそこのところを、ね、前向きにちゃんと改善しようとしないからこそ新しくこうやって参入したところにちゃんとアマゾンとしての,そのやり取りとかナンファとかそういうものがねちゃんと定められてないっていうかできてないんだよね。 だから今までのトラブルがあの何もトラブル報告が役立,たれて役立ってないんだよ結局生かされてないっていうのかなこういうのはでこれがね他の地域でもどん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 デリバリープロパイダーが増えていったらもうアマゾンどうなっちゃうのって感じだよねこれはね怖いことだね、まあ、楽天だったら大丈夫なのかなどうなのかなってそこもちょっと疑問だけどもさ ね、あとあのヤフーショッピングとかねとりあえずねアマゾンは怖いよ、うん、と思ったおじはねそんな感じでアマゾンデリバリープロパイダー静岡円周トラックパック状態で届かない事情と確実に受け取る対策それはヤマトの営業所指定で受け取りましょうということです長くなったけどもねうん 症状はるかに超える長さになっちゃったけどもでも、おじいも本当、一応頑張ったしで電話もずっと鳴らしっぱなしであのデリバリープロパイダーあのつながらないからねでも2時間以上放置してやっとつながったとかねもうそういうのもおじいも経験してきてるからみんなつながらないで諦めちゃうんだよおじいは鳴らしっぱなしだからとにかく出るまで、う。ん でそれでやっても、ね、解決しないからデリバリープロパイダーのお元のところは、ね、全国あの、まああの、すごい広範囲を受け持ってやっているのでこのデリバリープロパイダーに電話をしてもそこの末端のあここの地域はどこがやっているのかなってそこのところに連絡して確認してくれるタイプ役にしかあのなっていないからねでもしじゃノ,ノータッチだからねあくまでもねそういう状況もちゃんと理解すれば 何をするのが一番最善策かなっていうのがあの注文する側のお客さんとして次の一手が打ちやすすいいいんじゃないかなかと思いますああ寒いそんなわけだよね、まあ、ちょっとでも参考になったよって方がいたらねグッド押してくれればおじいも励みになるしじゃあその後どうなったのかなって言ってねあのまたちょっとこうよしに行ったりとかねそういうのも報告してみようかなとも思うしね。う ね、まああのホットレモンでもねあったかいのじわべきで買ってもってね、うん、お姉さんに間違えたらどうしてしてねあの様子見てくるのもいいかなと思うけどねそんな感じです以上おじいでしたアマゾンの荷物早く復旧してねあの届けてくれるようになってほしいですおじい,おじいはもう切実に思いますねアマゾンと喧嘩してもねあのいいことないからねからおじいはあんまりねあのアマゾンで知ることはしないよ だ悪,いと悪いところは悪いから、あのそういうところを、ね、原因が分かっているんだからちゃんと改善してほしいというねあの、大切なのは信頼だからというね、そこのところだけ、ね、お客さんとしておじいは言いたいです。そんなわけでおじいでした。寒いまたねバイバイこれ,これは、これあったかいこれあったかいこれ,これ全然違うこれつけてるのとつけてないの全然違うこれ、これ全然ね、全然落ちないよ、これ。 ここれいいよこれこのモフ,モフねあそれでねこれね音楽聴いた時にバカみたいな音,あの音量上がんないあのね連動してる連動連動ここでボリューム上がる下がるってできるんだけどあのこっち側のボリュームと連動してるだからこっちで上げっぱなし下げっぱなしじゃってもこっち側のボリュームがディディディでってこう上下するんで。 で一番上までやってもねあのバカみたいな音にはならないっていうねちょうど一番大きな音で程よい大きさぐらいお椅子はねすごくいいです、うん、これまた別の動画でアップするけどもね一生念のためにこれ,これもうこれあったかいのこれ良かったからね もしよかったら、このリンクから、あの、ヤマト運輸の営業所指定でね、ポチっていただけたらなと思います。これ、あの、Bluetooth で音楽聴けるんだけど、いや、普通のこれ、やっパッドとしても、これ、全然いいから、これね、おじいおすすめです、これ。あー、さあ、お風呂入れてこよう。じゃあ、おじいでした。バイバイ。またね。うえ、それよ。